コンタクトの乾き。寒いよ。ケンタコン、あ、ケイタだった、ごめん、ね、こんばんは。めぐっち、こんばんは。ダイ、こんばんは。あ、今日ありがとう。白チキまた今度書く。ごめんね、最後まで待っててくれたのに。寒い。さひ、ラブチュ、ラブチュ万歳、ラブチュ。明日的な今日会えるじゃん。ウィズパパ、さあちゃん、サマス笑顔タイム。ライブ楽しかった。イエーイ、よかった。楽しかった。ダイナマイ。Thank you, we love ダイナマイしました今日。やっぱ今日も好きでした。過去形、もう今日始まったばっか今日。っていう理論。今日まだ始まって1時間41分だから。過去形にしちゃうには早い。マーシーこんばんざーい。ヤスト、こんばんはに。たまき、さあ、ささかま買ってたね。あ、パパ、今日ありがとう。チェキ、2回も撮ってくれて。ありがとう、こんばんざい。たかし、Z、仕事はお疲れ。たかし、寒いんですよ。そう。寒くて、首に巻いた。あこちゃん、あったかくして寝てね。ありがとう。さっきささりま水曜日の配信時は首してなかったけど、ちょっと寒すぎて首巻いた。ここに手入れるとあったかいんですよ。すごい、帰り道とかここに手入れて歩いてる。寒くてこうやってここの中で息で温めるとめっちゃあったかい。メガネ姿のささに惚れそう。メガネね、メガネなんか結構人気。タラちゃん、これは生産狩りみたいな。ペロ、これは嘘をついてる味だぜ。タラちゃんこんばん。トモキ今日から、え、今日からなん？もうずっと冷え込んでた。会えるね、にちゃ。あ、メガネの顔文字だ。にちゃにちゃ。めぐちさすちゃんとお話しするな。去年のいさすさか、あ、もうあそこから7、8ヶ月。いさすさか8ヶ月、5月、ん、5月だったよね確か。すみちゃん、さちゃこ、さちゃこだよ。今日もさちゃこ。パパ今日はありがとうございます。明けましておめでとうできたし。のみぬささだー。みなた、いや、いや、 YA、 いや、キースさんこんばんざーい。先ほどはささりま水曜日配信ありがとうございました。お、なんだ、さっちゃん、ふみってみたらし団子、みたらし団子食えると思うよ。うん、みたらしを食べるんじゃないかな。この前多分食べてたと思う。この前大阪でなんかね、有名なキアスっていうところのお団子をね、ユーミンのママがくださって食べてたと思う。うん、大白チキサインもらいに行ける楽しみがまたできた。よかった、優しさ。そうだよ、またもらいに来てとか言って毎回延期させてる。また来させる。でも本当にかけるときかからね。今日ちょっと最後までブース開かなくて申し訳なかったけど、のび刺されます曜日からの、そう、刺さ配信、個人配信ありがとう。ちょっと遅い時間になっちゃったね。 T
ティッシュささりま配信。えね、インスタはさ難しいよね。なんかちょいちょいどっちかぐるっちゃう。あたたまりよ、あたたまるよ。寒い、手がね冷たいんですよ。手がシャシャカマ美味しかった。笹カマ久々に食べるとめっちゃ美味しいよね。のじちゃんもふもふさちゃん、インスタライブの、あ、やっぱもざもざだったんだ。自分とこじゃ綺麗に見えてたのに。やっぱね、なんでそうなっちゃうんだろうね。たかし帰ってきてから秒でお布団に上がる。もうさ、ずっとお布団かぶってた家の中で。でも何も行動できなくなっちゃう、そっから。たみたみさあ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 だよ。どうした、うるうるして。さあ、メガネさん好きだけどまだ生で、あ、そっか、生で見たことない。また特典会メガネかけようかな。持ってっちゃおうかな。お、のじか、こんばんざい、こんばんざい。さっきも刺さりますん曜日配信でこのこんばんざいしてくれてた。おろちゃんこんばんは。かわいいや、ええやん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 、いただきました。クロマンこんばんざい、緑ハート。すみません、まだそれ使ってない。ああ、スヌードあれだ、私物プレゼントの。ティーシ笑顔タイム、ティー、キャーササラササラティ。任務は、ん、部下は守る、任務も遂行する、どっちもやらなきゃならないってのが幹部の辛いところだな。ブチャラティの名言。タユセアセア誕生日おめでとうだったね。1月12日タユ坊ありがとう。丸した丸。ずっと素直にならなかったけど昔から笹が好きよ。テーブルな。やっと素直になった。何、2022年は素直に生きるの。あ、こちら、え、カンパ来る、カンパ、カンパン。時は雪は降らずひたすら寒いだけ。一番嫌なやつだそれ。雪降ってや。タナシュンこんばんざい、イワキングコン万歳。大サスさんとお話しすると優しい気持ちで。そう、そうなの、優しい気持ちで帰れる。人に優しくできるようになる。優しさに包まれたならきっと目に映る全てのものがメッセージな気持ちで帰れる。小さい頃は、ほらちゃん、私は1月15、16、なしになっちゃった。仕事？東京に残って別現場か。一緒に遠征できるハットが。そうだよ、また再び大阪行くんや。ティシササ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 サガワなんだくん、ほんまほんま、そう、みたらしは食べれるはずよ。こう言って嘘ついてたらごめん。すみちゃん、シャティアンかわいいね。あ、ナンパされてるこれは。ちゃうか、違うか。ありがとう。しごちゃんこんばんは。いつもさ、刺さります水曜日の画像作ってくれてる、ありがとう。まろちゃん東京、あ、読んだね、これ。たるちゃん刺さりま配信初めて見た。
リア赤しかな本当リア赤で入ってくれてた米用や赤え、わざわざ作ってくれんのリア赤気になるキッさん、ササリマリア隊できてよかった、よかった、そうだ、本番前お稽古お疲れ様でした。そうだ、キッさんもまた舞台控えてる、みんなキッさんの舞台見に行こうな。深夜こんばんささのびもふもふ、そうささがお得意のもふもふ、もうずっとさ全部埋もれて生きてたい、外寒いからずっとこの状態で歩いてたい。過去5年もの間のチェキほぼ整理できてない。5年ってどれぐらいたまんの、みんなチェキで家埋まるじゃんね。たみたみさえさんに早く会いたすぎて、会いたくて会いたくて震える。ぜひ推しくんの手を温めたよ来世は。でも手袋あんまりしないからな、どうやったら手温まるんだろう。でも今日ライブの直後はめっちゃ手温まってた、特典会ほんと動くとすぐ温まるんですけど、めちゃめちゃでもすぐ冷える、末端冷え性。いわちゃんこんばんは、だいあブチャラティヨシササラティでしたどっちもやらなきゃならないっていうのが幹部の辛いところだな。あのセリフ好き、プロシュート戦のマニキー。アメモンこんばんざーい、楽しい質問いいですよ、いいです。のぼうこんばんささー、長い長いパパね、最初出会ったの渋谷ドーム、なんかすごいはっきり覚えてる。デュオミュージックエクスチェンジ舞台も見れたし、またササの舞台見たいね。え最近ずっと舞台出てないからな。そうなんす、なんだ、あ大阪で会えるん今回の1516。ほなまた、ほなまたなリコよ、あば今日間に合わなかったまん、今日生であの紅白衣装かけるつるちゃんを見せられる機会だったのに。そうそう、今日もつるちゃんつけてた、間に合わなかったまん、仕事お疲れ。あのチェキもらったかな、受け取ったかな、とっておきプニシールドチェキ、写りがとても良だった、ハートありがとう。しんごちゃん今日は事前告知忘れましたが、ああ全然ありがとう。キッさんおやすみなさい、また明日、明日的な今日。パパ去年の年末数ヶ月、あそっか、なんかバイク事故したとか言ってたね。さっちゃんもふもふの白い毛生やしたらいいんじゃないかな、生えるかな、生やそうと思って、生えてくるかな、自然と生えると思う、もふもふの白い毛。でも確かにサモエボ、サモエド、サモエボ、サモエドになったらめっちゃあったかそう。サモエドに生まれ変わりたい、サモエドかゴールデンレトリバー。やっぱ今お金ないけど今日チェキ2回も取ってくれたの、ありがとう。タルちゃんササリマインライ楽しかったから、あらコメント待ってるよ
すごい、本当にアカウント作ってくれるの、やった。毎週水曜日やってるから、毎週水曜日ちゃんと同じ時間にやってるから、待っとる、コメント、いろんな質問とか待ってる。すごいね、本当に自然体でお話ししてるから。サヒ、お顔見たいから埋もれないでほしいです、マジで。天の弱。でも明日ね、明日的な今日ライブ会場でいっぱいガン見してもろて。パパ保険金も数ヶ月頃らしい。あ、でも保険金やっぱ出るんや、すごい。みたいにさあさあに会うとほんまに癒される。癒し、本当。なんでだろう、アフアフ毛皮の笹ワンコちゃん。そう、今日さ、あのアフロダイナマイトでさ、アフロダイナマイト、なんかよく二人でセキュービーラダイナマイトってするところがあるんですけど、そこなんかメンバー相手によってみんなやることとか変えてて、今日メルと初めてやったんですよ。何やるかっていう相談して、じゃあフミが犬になったらってよくあのメルの犬のリストに追加されてる、犬だと思われてるんで、フミが犬やったらって言ってて、あ、じゃあメルがお手の手出して、笹川が、まあ、気分次第でお手するかもしれないし、お手しないかもしれないみたいな話をしてて、お手しなかったです。でちょっとね、分かりづらかったな、今日の動きは。ちょっと改良しときます。一応犬してた。犬なのか。タナシュ、身長何センチ？159、いや184。184センチ。にミスかけた159くらい。なんかさ、そう、整体行ったらちょっと伸びた。でも最近行けてないからね、また縮んだかな。なんで、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 なんで。サマス、フジヤソフトエクレア CM 曲大好き。え？何の曲だ。小さい頃は。すみちゃん、原健とお泊まりお菓子パーティー。何それ、めっちゃ楽しいじゃん。お菓子パーティーしたい。え、クレープ食べたいってさっきなってた、一人で。あ、ばチェキまだ受け取っとらん。あ、今日待望落ち、え、一緒じゃない。今日帰ってない。え、もう今日のチェキね、とってもとっておき、ブニーシール、ブニーシールドって言ってもマスクしてたから全然見えてないけど、写りが良かったからね、受け取ってほしい。クリちゃん、こんばんざーい。雨も好きな人とうまくお話できない。見つめ合うと素直におしゃべりできない的なあれですか。どうしたらいい、どうしたらいいんだろうね。どういううまくお話できない、ツンツンしちゃう、もじもじしちゃう。かぼちゃだと思ったらいいよ。パパ、バイクに少し飛ばされてそのまま大学病院。全身麻酔、全身麻酔したんや。もう未練ないかななんて嘘だ。未練たらたら。サヒ、サヒがガン見できないの知ってるくせにライブは超ガン見するけど。
ガン見してやろう。ステージからめっちゃガン見し返してやろう。ラプタ、笑顔タイム。こんばんざーい。あそこでミルさんが犬扱いしたの。あ、伝わった？ツンツン犬だった。本当は、あ、メルがフリスビーを投げて、笹川がそっちのフリスビー投げた方向に走り去っていく案もあったけど、さすがにそれにはならなかった。いやでもちょっとそれやりたさあるな。どっかもうフォーメーションガン無視でどっか走り去っていくの。走り去って吐けていく。センキューウィーラー歌え名前。走り去っていく。今年のねグループのテーマ自由奔放なんで、自由奔放にちょっとどっか走り去っていっちゃうかもしれない。今度ツンツン犬だった笹川ワンちゃん。犬仲間伸び犬。虎年だから伸び虎になったりはしないしないのかな。ツンサちゃんいい。ひななたもねツンがいいってことだからこれからツンで対応する。だよてめえよ。おいこら、ずっと家ついて風呂なう。あーあったかい。うちも湯船浸かりたい。寒い。ともきおつさーさん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 、太陽がさんさん。ハラケンが、あ出た出た、クレープのアイス。あれ美味しいの？あれはクレープじゃなくてアイスだと思ってるんだけど。ただし158センチ。整体行く前はずっと158だった。整体行って背筋ピーンになったら159だったけど。なんで？シンデレラ。ナジカさん、年末のチェキ届いたので、届いたので、ので届いた、ありがとう。あ、ヤップにシールド。うちはももこちゃんと三国無双するぞジョジョ。ツイッターでお話ししてた。楽しい。184はかすりもしない。184本当は隠してるけど、184いつもはちょっと縮めてる。フリスビー演出。ちょっとやりたさあるよね。どっかステージから消える。でもお客さんの方向に、フロアの方にフリスビー投げられたら、それはもうステージ降りてお客さんの方向に走っていく。安典こんばんは。もうその終わっちゃうけどね。もう2時3分だった。あとありがとう。ティッシュ最近はなんだか漠然と。え、寂しい。笹さんがいるじゃないかここに。カナモンがいるじゃないか。カナモン目大丈夫かな。目バチコ。フリスビーさ、リリーベリリーベリリーベでお客さんの方にフリスビー投げられたらもうもうみんなの間をこう突っ切ってくよ。トラガール、トラガール。491歳、次492かは虎年です。やばい、あくびが。え、なんか今日ずっとここの左鼻の骨痛いんだけど、左鼻、左小鼻骨折したかな。あ、でももじもじしちゃうというか、なんなら喋ってません。それはね、喋ろう。パパの糸、ウサギ？え？ねえ、ウシトラウ。来年や。
ひなかた、え、何それ好きじゃん。つん。じゃあもうこれから毎回ひなかたにはつん対応だ。ずっと顔を見ない。うんーでみたいな。何それ全然話面白くないんだけど。ツン、めっちゃツン。家帰ってレポートやったらって。あこちゃんもう2時過ぎてる。あったかいお風呂入って寝んしゃい寝んしゃい寝るんしゃい寝るんじゃい。サマスショールーム告知。あ、ソフトエクレア聞いたらわかるかな。お、シンゴちゃんが打ち出の小槌ありがとう。メルさんのリストの中のホワイティ犬、ホワイティ犬だ。ホワイティ犬だ、見たことないな。おやすみホワイティササだ。のび今日もたくさんありがとう、ありがとう。ワフワフ、そうワフワフ。さあさあさあ、かなとは喧嘩と予定でプロレス中。待って、どういうこと。プロレスしてんの。戦ってんの。サスさんがツンツンしてるのもいる。え、なんかよく言われる。ツンの方がいいか。じゃあみんなに塩対応しちゃおうかな。もう司会の塩ぐらい、え、司会、司会、司会ぐらい塩分濃度濃いめで対応する。みんないきなりそんなに生まれたら扉開くて。新たな扉開いた。早く寝なよ、おやすみ。見てないで早く寝たら。急にそこだけ見たらめっちゃびっくりするよね、みんな。ティーチ、そうなると年上で会ってほしいな。年上491歳だよ、笹川さん。もうあと2ヶ月で492歳になっちゃう。チェキの時話すことなかったら黙々と時間時間経過待ちます。約1分間、シーン。すなり最近2時頃起きちゃって困る。あら、え、でも最近自分もすごいなんか早い時間に起きちゃう。よし、じゃあ配信終わろう。みんな寝るやで、ちゃんと寝なよ、寝な。もう時間遅いから寝な、風邪ひくよ。おやすみ。明日的な今日13日は渋谷クラブクロールさんで戦国アニマル極楽浄土さんの主催ライブに出演させていただきます。ちょっと早めの時間なんですけど、来れる方いたらお待ちしてます。おやすみ、おやすみコメントありがとう。みんなおやすみ、ありがとう。メガネでした。